はい、始まりましたしっぽラジオでございます。よろしくお願いします。はい、藤本秀樹です。山本陽子です。さて今日は、はい、すごい生活保護と、うん、何でした、猫、まあ、犬も、うん、あと他の伴侶動物も、はい、猫が生活保護を受けるっていう話があったらいいかもね。申請しに行く、いわゆる可愛い図が今浮かんじゃったんですけど、お願いしますみたいな。そうそうそう、却下されたりして許せん。これずいぶん前に、はい、あの自治体さんとお話しする機会が結構あの地域猫関係であって、で、まあ、その中でやっぱり関心が結構高かったのは、うん、皆さんもそのどうしましょうって相談を受けている、うん、生活保護になった、うん、なのでなのかイコールではないかもしれないけど、はい、ペットの行き場がなくて、だからちょっとあの協力してくださいとか、あの預かってくださいとか、そういうことか、うん、猫を飼ってたんだけ ど, てたんだけど生活保護に な,、はい、なってしまったっていうことなんですね、はい、もしくはこれからなるのであるという話ですね。で、うちにもそういうご相談はガンガン来るわけですね、うんはいはい、電話でお聞きする、それはあのいや飼いたいんですよねと、一緒にいたいんですよね、うん、だから手放したいという話とは違うんですよねという、うん、まあ、そこの確認からまず入るわけですけ ど, あのいろんな方がもちろんいます、はい、ただ今まで飼ってたわけなので、はい、すっごい手放したくてしょうがないんですけどっていう方はまずいないんですよ、うん、ただあのこれは言います、気力的にくじけちゃってる人、うん、もうその手放すことでしかこの後は生きていけないんだというふうに結論を出しちゃってる方はいたり、うん、あのもちろん手放したくなんかないですよってあの逆切れをされたりする方もいたりして、うん、あのそうですよねっていう話なんですね、うん、でその掘っていくと何が障害っていう話が、いや申請をこれから出すんですけどペットいたら通らないですよね、全員が全員そう思ってました、うん、飼ってることでその、要件が通らないですよねと、全員が全員そう思ってるんですね、うんうん、確認した人も確認してない人もです、うんうん、で、それはもやもや持ってたり、いやそれはおかしかろうと思ったりしながら、うんうん、後に新宿の方とお会いして、はい、で行政マンとお会いすることになるわけですね、はい、で彼がきっぱりこう言ったんですけれども、はい、あの猫は家族なんで素晴らしいんですよ、行政の方がきっぱりおっしゃって、行政の方が言うというところが大きいですね、はい、大きいですね、うん、でもちろんでもこれはあのそうじゃない環境が普通にあっちゃったので、うん、その行政の人が素晴らしいと思えてしまうんですが、うん、本来普通にそうである話なわけなんですよ、うん、でその方は例えば車といえども生活をするために仕事をしたり生活を守るために必需品であれば、それは贅沢品ではないので、うんうん、で畳みかけてそうおっしゃるんですね、うんうん、そうですよねっていう感じの話なんです、うんうん、で、まあ、何かの経済事情であの非常にこう経済が崩れてしまったりとかっていう急場のことを何とかして、うまくやるために、生活保護というシステムがあったりとか、うん、社会として全体の底上げをしようっていう考え方が、うん、あの生活保護だと思うんですね、うん、でその他に生活保護を受けてる方はサポートを受けながら、うん、お仕事を探したりとか、うん、技術を例えば身につけたりっていう期間なわけですから、うん、それはもう仕組みとして必要なことなわけですよ、うん、でなんでそこへ変なプロテクト入るのかなっていうのずっと変だなって思ってましたが、うん、まあ、その後もご相談は来続け、こちらもその新宿区の行政マンの発言もお聞きしたこともあって、それも引用しながら、うん、あの法の精神としてはこうです、ただし役所にはいろんな方がいるので、そうなったらあの私をとりあえず呼んでいただいて、はいはい、そんな発言がもしあるようだったら、はい、っていうことを一生懸命あの申し上げる機会を作るようにしたんですね、はい、でもあの申請を出す側の弱さ、うん、通るか通らないか分かんない、うん、下手したら目の前にいるこの人がでもその人のジャッジで断っちゃうのかもしれないって考えると、ね、あ、手放します、うん、っていうことをですね選択する機会が実は結構あったんです、うん、ともう最初から圧を与えちゃダメじゃんって話なんですね、うん、
あの行政がすることっていうのは、例えばあの他のことでもそうですけど、生活保護の認定だけじゃなくですけれども、うん、あの要件を満たしていれば OK、うん、要件を満たしていなければ OK じゃないっていう判断であって、うん、個人判断ではないはずなんですね、うんうん、その個人の裁量、うん、まあ、要件を満たしているかどうかっていう裁量はありますけれども、うん、その個人によって違う要件っていうのはあってはならないはずなんです。それにあんまり幅があるっていうのはおかしな話ですよね。おかしな話ですね、うん、まあ、あのよく水際対策とか言われて、うん、なるべくあの生活保護を受けさせないようにすると、そう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 、はい、生活保護 の受給率が大変低いと、うん、貧困に比べて大変低いというのはもう事実ではあるので、うん、皆さんが一生懸命払っている税金で賄われている生活保護っていうシステムが実際活用されてないという話だと思います。でそんなことを抱えながら、うん、つい昨日とついかな、うん、あの国会にあの質問主意書を議員さんたちが出すんですけれども。何をですか？質問主意書、こういう質問をしますよっていう、うんうん、はいはいはい、はいはい、叩き台的なものを出して、はいはいはい、でそれに、まあ、あのお答えも返ってくるんですけれども、これを出された方が、うん、まあ、いろんな質問の中に、はい、まさにこの問題を出していただいてて、はい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 、ペットを飼育していることを理由に、うん、生活保護が受給できないという事例を、例があるようですがという話を前提に、はい、あのそういったことは日本の精神としておかしくないであろうかというようなですね、うん、で答えも返ってきてて、うん、そのペットを飼育していることっていう自由だけをもってして断ることはないという回答が出ました、うん、はい、だからそうだよねっていう話なんですね。あくまでもう山本さんが言われた通りに、うん、もう一回社会に復帰するための制度なわけだから、はいはい、その人が、うん、あの仕事なり何かスキルなりを身につけるっていう環境がなければ、はい、まあ、意味がないわけですよね。まあ、そうですね、うん、そのために作られているはずと思います。 それで猫と引き離されてですね、どうやってまたですね生きようっていう気力が湧きますかっていう、ね、本当ですよね、うん、行政が決めていることなんですよって言って門前払いを食らいそうになってる、それが、うん、いや行政とか法の精神としてはそうは決まってなくて、それあなたの裁量でやってませんか、うん、恣意的に運用してませんかというのがですね、私が大変に疑っているところです、うん、ただ あちら側にあちらっていうのは行政ですね、うん、変わっていただくためにはこちら側の問題だと、うん、こちら側があの、まあ、心苦しく思ったりするのはそれ気持ちですから止められなかったりしますね、サポートを受けたりするのはちょっとなって思うことが止められなかったらそれはそれでしょうがないです。でもですね、サポートは受けてほしいですし、うん、大事な家族のためにちょっと踏ん張ってほしいですし、うん、ご相談があったらキャットガイアンでも引き受けしますし、ケースによっては関東でしたらくっついてきますので、うん、手放さない選択、それからいろんなことと交渉するのは気持ちが下手ってる時に本当に辛いと思うんですね、うん、ましてそこでお仕事に失敗したで、それがちょっと鬱が絡んでたりとかすると、もう技術テクニカル的にも戦うことができなくなっちゃってる人とかはいるんですね、うん、行政さんもそれに追い打ちをかけてはいけないと思いますし、うん、使うための制度と思います、うん、議員さんの動向なんかも見守りつつですね、うん、いい形で私たちが盛り上げていかないと、うん、本来あったはずの制度なんですよ、そのために用意された制度なんですよ、うん、なのできちんと使ってきちんと助かる猫も犬も増やして、うん、今まで一緒にいた飼い主さんといられるのが本当はいいと思います、うんうん、そうですね、うん、いや最初に生活保護と猫ってどんな関係があるのかと思いましたけど、はい、いやこれは本当に社会問題には必ず猫がその陰にいるんだなっていうぐらい、うん、結構密接な、生活に密接に関係している話だなと思いまして、はい、動物愛護はですね、はい、人間の生活があっての話なので、ね、うん、動物愛護だけでは成り立たないわけですね、うん、と私たち豊かになりましょうって話です。あれ誰か来た、もしもし、あ、はい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、車のハザードがつきっぱなしって言われた、行ってきます。
だからなんかやっぱり猫だけのことで何かしら働きかけようと思っても、はい、なかなか人は話を聞いてくれないけど、うん、でも猫って、うん、その人が家族と思ってる以上、うん、全ての社会的な生活の問題に関わってくるっていうことなんですよね。逆もありなんですよ、うん、人の話で例えば生活保護があって話をどれぐらいの人が聞いてくれるかって話ですよね、うんうん、聞いてはくれるけど反発もでかいんですよ、うんうん、でも猫がっていうとなるほどね、通用するんです。なので私は両方で持っていきたい、ね、両側面からこう問題を解決する、はいはい、非常に勉強になりました。はい、はい、ありがとうございますというわけで今週はこの辺でお別れでございます、はい、また来週です、はい、さよなら、さよなら、バイバイ、はい。